ちょっと少しずつ始めていきます。水平とビギナーズの、今回が第5回目。第5回目を始めます。よろしくお願いします。もともとですね、スイフトプログラム言語が新しく出てきたのを契機に、それを学びたいっていう方数名と勉強会を始めました。でそれが今の勉強会です。で、最初に僕の方から、概要を説明して、最初に僕の方で概要を説明して、で、軽く1人10分ぐらいでショートセッションを、4、5人して、でその後に黙々勉強、自主勉強会をするっていう形をとってます。で、その勉強会の、概要の説明の方を僕の方から、ちょっとさせてもらいます。はい。で、僕なんですけど、名前は小林です。名前は小林由伸です。で、生まれは奈良県です。生まれは奈良県で、これ実家の山ですね。いやいや安定の出身紹介です、ね、自己紹介出身を言うというこの自己紹介ですね。奈良県です。奈良県のどちら？奈良県の五條市って知ってますかね。みんな知ってますよね、五條市。いや、全然、まあ、全然知らない。みんな知らないんじゃないですか。知らないです、はい、五條市はですね、とりわけ、まあ、何もないですね。大山市が自然にあふれる。そうですよ、大山。そうです、そう、小さい頃はプロゴルファーサルって言ってた。小さいかどうかはね、昔の漫画でプロゴルファーサルっていうのがあったんですよ。まあ、ゴルフ漫画なんですけど、で旗包みっていう技があって、ピンが立ってて、ピンの旗あるじゃないですか、そこにゴルフボールを当ててこうホールインワンするっていう旗包みだったんですけど、で実はこの山の向こうがゴルフ場なんですよ。ゴルフ場なんで、僕は親のクラブとかを持って行って、いつも無料でゴルフをさせてもらってました。勝手に入っただけです。ずっと旗積みの練習をして練習しちゃったんだ。あ、そうそうそう、できるようになりました。できるようになりました。ゴルフボールがなくなると、池からこうガーッと取っていくらでもできるという素晴らしいところですよ。はい。だからもうね、セッションとかするときに、まあ、どこの生まれかって言うのもらうと結構親近感が湧くんじゃないかなと思います。あ、僕も奈良県なんですよみたいな人が集まってくるんです。いました、僕も奈良県なんです。あ、そうそう、います。いません。特に湧くことなく。で、最初にですね、メインが黙々会なんです。自主勉強会なんで、いろんな人に聞いたり、動画を見たり、書籍を参考にしたりしてやるんで、結構、人とコミュニケーションを話すのが多いです。隣の人と多いんで、分からなかったらちょっと聞いてみるのが多いので。で、この最初にアイスブレイクを入れます。アイスブレイク。で、アイスブレイクって、氷を、砕く、溶かすっていう意味で、緊張をほぐすっていう意味があります。で、最初に今から10分間、自己紹介の時間を設けます。だから名刺を持って、各自、まあ、隣の人とか、市の方とか、に挨拶をする時間を設けてるんで、で、10分ぐらいで、まあ、このいる人たちで自己紹介を、してもらえるといいかなと思います。で、10分ぐらい来たら僕の方で連絡をしますので、じゃあ、なんか今からですね、自己紹介タイムということで、まあ、出身はどことかですね。ね、どういう仕事をしているとか、アンスイフトどれくらい触ってるとか、まあそんな感じでいろいろお話をしてもらえたらと思います。ではちょっと今から自己紹介を始めましょう。はい。そろそろね、10分ぐらいなので、また後で黙々会するのと、毎回、夕方に懇親会をしてます。で、希望者の方で、懇親会夕方からしてるので、で、もしよかったらそこで参加してもらおうと、まあ、行われているので、やっぱり弾むといいんじゃないですか。じゃあちょっと次進みますね。勉強会の開催の連絡なんですけど、この2つを、使ってます。で、この URL にドアキーパーのグループがあるので、そこのグループに入っていただけるとメールが飛んできます。ドアキーパーのグループですね。で、イベントの開催はこのドアキーパーのグループ。で、Facebook にもグループを用意してます。Facebook グループ用意します。で、例えばその、
セレクトで新しい本が出たよとか、まあ、感想こうだよとか、であとはあの聞いたとか読んでこれが良かったよとか、みんなで情報共有を我慢してますよ。かけてるとですね。で、写真ですね。で、イベントアートの写真の投稿とかもこういう風にやってます。で、スライドシェアとかの、スライドとかの公開もこのグループ、Facebook グループになります。だから2つとも、はいと言っていただけると、情報が流れていきます。この2つですね。で、あと、一応、3つで目的を設定してます。で、この3つを目的を主軸として勉強会をやってます。で、1つがあの未経験者ですね。で、Swift が新しい言語なので、ほとんどの人が未経験。で、未経験者が iOS アプリから行えるようなを1つとしてて、で、もう1つがあのセッション講演が上手くなることというのを入れてます。で、開発できるけど、あんまり話したことがない、プレゼンしたことがないっていう人のために、そういう場っていうことを使っていただこうと思ってます。で、もう一つが、交流して仲間を増やすこと。で、なんか、ハッカソンに行くと、iPhone アプリ、スマホアプリの割合が結構多いです。ハッカソンとか。で、大体、アプリ開発できる人がいないと、ちょっとハッカソン勝てないというか、勝負にならないというか、が感じになってきます。HTML 入ると JavaScript でも iPhone アプリ作れます。作れますけど、細かい動きはちょっと厳しかったりするので、でその時にSwift のオブジェクト C 分かる人が、どうしても必要になってきたりします。だから、そういうチームで何かを作ったりとか、ハッカソンをやるんだけど、まあ、メンバー欲しいなと思う時に、まあ、同じ勉強家で知り合った仲間同士で、まあ、出れたらいいんじゃないかなっていうところがあります。で、ここで学習の、方法をとってて、一つが初心者が気軽にセッションをアウトプットして、でその後に僕も自主勉強からインプットして、それを繰り返すっていう方法をとってます。で、この後にセッションしますけど、いつも決まってる人が登壇するわけではなくて、ここにいる人たちの中で希望者がいれば、どんどん前に出てきてください。で、話して、その後にインプットを黙々と勉強化して、で、それを繰り返すっていう方法で、やってます。で、今日のアジェンダなんですけど、最初20分ぐらいに僕が勉強会の説明をします。説明をして、で、60分ぐらいでショートセッション。で、1人10分ぐらいで、セッションをします。で、夕方ぐらいまでそれが終わったら黙々会で勉強会をして、最後の30分ぐらいに発表会を用意します。で、一人ずつこうマイクをお願いするので、まあ、今日良かったところとか、まあ、自己紹介できるところを1分ぐらいでまとめてもらえればと思います、ね。で、夕方以降に懇親会、希望者のみでやってます。懇親会はいつも結構知り上がり的に盛り上がってきます。知り上がり的に盛り上がってきます。で、最初夕方4時ぐらいに行く人って僕が手を挙げてもらうんですけど、だいたい5人ぐらいしか上がらないですね。でも下に行くときに15人ぐらいなと思ってっていう感じですね。引き上がる時に盛り上がる。で、あと、セッションについて、ちょっとまとめてます。で、セッションなんですけど、初心者の人でも、気軽に、講演してるで大丈夫です。大丈夫です。で、一応運営メンバー、メインでセッションしますけど、運営メンバーみんな初めてですね。今一緒に勉強しているところです。で、講演者が発表するとスクリーンハブが測れるっていうですね。で、あとセッション時間は1人10分ぐらいです。10分ぐらいショート。まあ、長い LT みたいな感じですね。で、希望の方は次回までに、連絡をください。Facebook メッセージとかグループで構わないので、こういうテーマでちょっと話してみたいですっていうのがあれば、いただけると、僕の方で、段取りをさせてもらいます。で、本日の、登壇者ですね。今日、話しますよっていうのを、ご紹介します。最初にですね、小林香奈子さんに、セッションします。小林香奈子さんですね。で、その後に中島さん、一番後ろに言われる方いますけど、中島さんに、話をしております。で、その後10分ぐらい休憩を入れて、その次に酒井さん。ね、その次に酒井さんにこうセッションをお願いします。内容、この内容。で、もう一人の方が中根さん。中根さんご覧になります。ちょっとまだ。今ちょっと遅れている。もうちょっと来ると思います。で、中根さんがこのSwift 1.2新機能
スイフトが新しくなったんで、それをお話を来てもらう。その内容で、始めます。でその後の、もくもく勉強会、もくもくの意味なんですけど、たまにもくもくがよく分からない人はいるの で個人でコツコツ勉強するっていうことです。個人でコツコツ勉強するです、ね、で学習中に分からないことがあれば、まあ、そこでセッションしてる人とか、まあ、名刺交換してるところで、あのスイフト始めた時オブジェクト C はよく知ってる人がたまにいらっしゃいますから、でその人に聞いてみるとかしていただけるといいかなと思います。で、あと、学習の手助けになるサイトをこっちにまとめてます。スイフトですね。で、ドットインストールに今、スイフト入門があります。ドットインストールにあります。だからプレミアムユーザー限定ですけど、月840円くらいかな。で、動画を見ることができます。で、あともう一個動画が、スクール。スクールがあります。で、スクールっていうところで、スイフトの入門講座をやっています。で、あともう一つが、ウェブサイトで逆向きスイフトっていうのがあるので、ここにサンプルが結構まとめられています。すでに作られているサンプルです。で、ここから、制作、やっていく。あと、書籍は今、どんどんスイフトが出てきて、新しい書籍が出ています。で、このあたりを、参考にしてもらえるといいかなと思います。あと、もし運営とか何かで困ったことあれば、訪ねていただけたらと思います。で、勉強会の、この勉強会の運営者ですね、を紹介します。で、ちょっと今日、体調不良と職務都合で来られてない、出席してない人がいるんですけど、できない人が。で、沼尻さんという方がいるんですけど、今日ちょっと来られてないです。今日ちょっと。で、沼尻さん、オブジェクト C と、スイフトで今、いろいろアプリを作ってリリースしたりしてます。だそこ結構詳しいので、聞いていただけたらで、バックも KPHP と、Ruby on Rails をされてます。沼尻さん。今日ちょっと来てます。で、次の徳弘ゆいさん。徳弘さんが、アプリを作って、そのアプリで、株式会社デコレーションカンパニーっていうのを、やられています。で、アプリの開発に関してはよくご存知の方です。で、特に皆さんもちょっと今遅れてます。もうちょっとしたら来ると思うんですけども。で、ワーキングスペースのこのスタッフの方です。特に皆さん受付にいるとよく言います。で、もう一人が大谷さんですね。で、ちょっと体調不良で今日来てないんですけど、もともとあのコーダーデザイナーの方です。で、スイフト初めてで一緒に勉強してます。で、もう一人の運営者が小林香奈ですね。で、元々はアプリケーションエンジニアです。で、スイフトも初めて一緒に勉強してるんですね。で、最後は僕ですね、僕です。で、小林よしのりなんですけど、この勉強会の運営とかまとめのメインでやってます。で、何かちょっと運営に関してあれば、このメンバーに言ってもらえればいいかなと思います。じゃあ最後にですね、いつも、一言添えてますから、一言気持ちを見せるんですけど、ナルトですね。ナルトご存知ですか？聞く必要もないです、ナルトの第84話ってことです。知ってます、これ努力の天才っていうコーナーがあるんです。コーナーじゃない、会があるんです。で、そこで、マットガイっていう先生です。マットガイの先生なんです。で、マットガイが、自分の教え子に対してこういうわけですね。自分を信じない奴なんかに努力する価値はない。これがもう転生になるね。だから皆さんもね、こう自分を信じてですね、僕も頑張れば頑張っていこうと思います。まあいいですね、これね。じゃあですね、この後に、セッションをやっていこうと思うんで、ショートセッションに入りましょう。はい。で、最初は、小林かな子さんですね。はい、では始めさせていただきます。今日は、シェフを研究して学ぼうモーションイベントというタイトルで、セッションさせていただきます。よろしくお願いします。チャンス、よろしくお願いします。で、ちょっと後ろの方とかスライド、先ほどツイッターのハッシュタグ、ビギナーズ、スイートビギナーとか、あと
と、このフェイスブックグループにも投稿したんですけれども、スライドを投稿しますので、もしお手元で見たい方は、そちらをご覧になってください。あと、この、URL にアクセスしていただくと、この私のデスクトップをブラウザ越しに、見ることができるので、そちらでも、もしご覧になりたい方は、ご覧になってください。HTTPS の、このスラスラのジョイントコミュニの59に、タイトル3604ですね。こちら URL をブラウザに仕込んでいただけると見られるんじゃないかなと思います。ちょっと人数制限とかあるんで、やばいなっちゃったらごめんなさいんですけども、スライドシェアの方とか合わせてもらっていただけたらと思います。で、軽く自己紹介させていただきます。小林かなこと言います。スマホアプリの、開発は、プリギナーで今やっている最中です。普段はアプリケーションエンジニアとして、今までは、ブランクですが、Java とかを使って開発をしていました。それから、Rails を使って開発する会社に、する予定になっています。で、ここ小枝さんで、このスイフト勉強、ビギナーズ勉強会以外にも2本勉強会をやっていて、Ruby と Ruby on Rails のこのビギナーズ勉強会ですね、と、WordPress のスモークラブの勉強会もやっています。これも対戦の勉強会と同じ構成でやっていて、最初は運営者さん、プラス希望者の方のショートセッション、そして僕がいるスタイルでやっています。なので、こちらもご興味があれば、一緒に勉強していただけたら嬉しいなと思います。はい、で今日の、お題です。今日のアジェンダなんですけども、簡単なサンプルアプリを、用意してきました。でそこで、上で、シェイプオブハンドしてみようというデモアプリを見ていただいて、2つ目で、グランションゲットというイベントの内容ですね、を、まとめてありますので、そちらを協力させていただきます。で最後に、先生のデモアプリで、実装した内容を、具体的に見ていこうかなというふうに思っています。ね、では、デモを見ていただきます。というか、デモっていうほどのものでもないんですけども、ここにもちょっとシミュレーターを起動させてあるアプリがあります。これでシェイプの回数をカウントするというシェイプのアプリなんですけども、こうするとそれをイベントピーチして、この回数をカウントアップしているというようなアプリになります。で、実際に実機でこうテストする場合は振ればいいんですけども、シミュレーターでどうすればいいのかっていうところなんですけども、この iOS シミュレーターのところでハードウェアですね、のシェイプジェスチャー、このメニューをクリックすると、シミュレーターでシェイプを再現することができるので、まあ、シェイプしたねということで、ここがカウントアップされているみたいな簡単なことになります。ショートカットで、コントロールコマンドの Z を今押すんですけども、こうやると、ショートカットで、ジェスチャーを再現できるので、今カウントアップされているというような簡単なアプリになっています。ということで、この簡単な機能を、どういう、仕組みで、この iOS はやってくれてるのかみたいなところをちょっと掘り下げて見ていきたいなと思います。で、さっきのモーションイベントというイベントになるんですけれども、まあ、デバイスを傾けたり作ったりしたりということで、このイベントを発生します。でイベントを提示してくれるのが、まあ、ハードウェアのデバイスの中にこの加速度センサーとジャイロスコープという機能が搭載されています。でその機能をこのコアモーションフレームワークというフレームワークを通して私たちはデータを取得して、数値を上げるというような仕組みになっています。その2つをちょっとざっくりと見ていきたいんですけども、加速度センサーの方ですね、この図にあるように、こちらですね、X と Y と軸で、Z 軸に沿って速度のやり方を測定してみれます。先ほどのデータを取って処理するためには、CM モーションマネージャープラスというクラスがあるので、こちらを利用します。で、そのクラスの中に、この下のこの2つですね、このメソッドが用意されているので、そしたらメソッドを使って処理していきます。で、プル型とプッシュ型というのが用意されています。で、プル型ですね、こちらの、メソッドは定期的に、この対応してくれるというようなメソッドになっています。で、下の、プッシュ型、これがデータの更新に応じて実行してくれるので、まあ、自分が使いたい機能によってこのメソッドを使っていけばいいんじゃないかなと思います。で、この図とこのまあ、もっと詳細な概要なんですけども、Apple から公式
ので、それを参考にしていただくと、もっと優勝戦が考えられるんじゃないかなと思います。で、学園 JL スポットなんですけども、これもですね、3つの時間、時間軸の周りの回転速度を設定しています。ジェイロスコートが搭載されているデバイスなんですけども、iPhone、4以降、iPad、iPad Touch 第5世代と iPad mini 以降のデバイスが対応しているということです。こちらも、下のいずれかのミスを使ってデータを管理するという形で、先ほどと同じようにテレバタクシー型みたいな感じで、機能を弱くて、用途に応じて、収録することができます。ということで、まあ、大まかにその2つのセンサーを、駆使して取得していくんですけども、目的によって、データにアクセスする方法がちょっといろいろと違っているので、ここにまとめてみました。で、1つ目が、デバイスの大まかな向きが分かればいいので、その向きビットが関係ないとか、そういった場合は、UI デバイス。データを使っていきます。で、私が先ほど使ったようなデバイスのフルバックに対応したい場合、これが、UI イベントっていうオブジェクトを、使っています。なので、こういうキーワードを、ネットで探して、もっとどういうふうなことが変更されているんだろうみたいなことを、検索してもらえたら分かるんじゃないかなと思います。あと、この1と2でも、取れないデータですね。ここにあるようなモーションビギン、モーションエンディとモーションキャンセルというキャンセルとなんですけども、まあ、名前を見ればちょっと大体推測ができるんじゃないかなと思うんですけども、イベントの開始と終了とキャンセルのメソッドを提供しております。で、モーションビギンとモーションエンディともういずれかあるいは両方実装する必要があります。キャンセルセットのメソッドというのは、例えば、ビギンが始まったんだけども、エンディングのメソッドは保護されなかった場合、そういった場合にそのキャンセルソッティーイベントが加工されるので、その中で例外的に処理を書くことが、実装トップになると思います。で、ちょっと見にくいんですけども、さっきのアプリの、具体的なコードに記載してます。で、この事業ミニプロジェクトが、それに対して、BEGIN の方のメソッドに対しては、今回は特に資料を入れてません。あ、これで、もし買おうとしているのが、単純にインフルメントで、カウントアップしちゃって、インフルメントでカウントアップしちゃって、それを、ここで数値型なので、文字型に、文字変換をしてあげて、ラベルに単純に入れてあげているみたいな、そういうシンプルな構造になっています。このキャンセルデスクの方は、これ発動されたら NG という言葉をそのテキストのところに入れてあげるというような、コードになっています。で、それ、こんな単純なことで、iOS が提供してくれている、メソッド自体は、シェイクというのは禁止できて、実装が可能になっているということです。で、ですね、さっきのモーションゲートのシミュレーターの確認項目を最後にまとめてお伝えします。このリーディングを、シェイク実写ですね、をクリックしてやることで、シミュレーターでも、シェイクを了解して、デバッグしてやることができます。でまとめなんですけども、モーションゲートにアクセスする方法、正解3つまとめています。でデバイスの中の動きを、中の動きですね、押し込みする場合は、UIデバイスを利用してください。UI デバイスは UI イベントを使って、必要な JS データが得られない場合は、
は不安定になりますけど、もちろん進行はすごく複雑な構造になって、実装が必要になると思うんですけども、この食事マップを利用することができるということになっています。まあ、それで、まあ、ざっくりとですけれども、今日の宣言との、概要を説明させていただきますと、セッションが終わったら僕の使いに入りますけれども、さっきからも名前を言うように、その僕の使いの中では、今の使いの中では、周りの方に聞いて、で楽しくみんなで、していただけたらいいなと思って、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。はい、じゃあ始めさせていただきます。ちょっと、タイトルなんか、シフトケーションバイアウェイとかみたいな感じだったんですけど、まず自己紹介からさせていただきます。長嶋正弘と言います。出身は見た方がいいということなので、急遽立ちますけど、九州の熊本県出身です。で、北区若葉に住んでいます。で普段の仕事は、ウェブデザイナーで独立したんですけど、まあ、プログラム好きだったんでいろいろやってるときに最近半分ぐらいなんか PHP 書いたりとかしてるんで、なんかこんな肩書きに来ています。で一応ブログとかもやってまして、なんかちょっと普段こういうネットであったこととかを絵付けて書いてるんですけど、あまり知られてないんですけど、意外と右側から真面目に技術系のブログも書いてまして、まあ、最近だと Swift とかも勉強始めたんで、こういうのもやっています。で、主な使用言語は普段は PHP と JavaScript をプログラムでは使ってて、6月の中旬に WordPress の技術書を出すことになったので、買ってください。食ってたら初めてなんで一応 CM をで、アプリ開発の経験は、なくて、今年の1月ぐらいからちょっとずつ、Swift を始めたっていう感じです。で、やっていたことを、ちょっと今日、メールでやっていこうと思います。まず何をしようかなって最初思って、よしみたいなのを想像してもらいたいんですけど、サーバーと iPhone アプリでこう連携して情報を得る。で、グロシーとかもすごい、パーソナライズとかやってるんですけど、ここでもうそんな難しいことやりたくないんで、猫の記事だけをこう、例えば特定のものだけを収集するっていう、iPhone アプリみたいなのを作れれば、まあ、なんかパッと見何も知らない人から見るとすごく見えるかなと勝手に思ったんで、こういうのを考えました。で、iPhone アプリと、でサーバー側はどうしようかなって時に、このワードプレス好きなんでワードプレスを、使ってみようと。そうすれば、RSS がワードプレスは簡単に吐き出してくれるんで、あんまやることが減っていくなということで、RSS って言って XML の形式なんですけど、まあ、iPhone アプリで外部のサーバーと連携するときって、まあ、大体 JSON とか多いと思うんですけど、そこで、すみません、いきなりワードプレスの話になっちゃって、この後 Swift になります。ワードプレスって次のバージョンかその次ぐらいでコアファイルとして JSON を吐き出すようになるんですね。でそれが、今は先にプラグインとして配布されてて、まあ、これをインストールするとどうなのかということですね。ここにインストールしたものがあるんですけど、 WPA-JSON ポストとかするとそのブログに投稿されている記事をこう JSON にバーッと出してくれたりとか、カテゴリーとかをこう指定すればカテゴリーの JSON を吐き出してくれたりとか、まあ、JSON 形式で投稿するといったような、まあ、JSON 主体で、できるという機能が今後実装されていきます。でこれを使って、まあ、ちょっといろいろやってみようかなと思って、でイメージなんですけど、まあ、デザインは本当テンプルビューなんですけど、まだこんな感じで、本当は猫だけの情報がバーって出るようなものを作ろうかなというふうに思って、まあ、そういった時にこうサムネイルとタイトルに大体共有しないといけないので、そっち側の、実装をこういうふうにしたら楽だったという感じです。まずワードプレスさんが吹き出してくれる JSON って、まあ、情報ずらーって、出てくるんですけど、まあ、タイトルとかはこんな感じでタイトルってなってくるんですけど、フューチャーイメージの中のアタッチメント、メタの中のタイトルの中のメディアの中の
ットにサムネイルの URL とかいう JSON が付いてですね、これをスイフトで書こうとすると書いたものがこちらなんですけど、ざくっと最初ここら辺で、記事を確認する、配列作って、データを、データ上にちょっと細かいんですけど、セルの内容を表示しないといけないんで、セルの1行分ずつ、テキストラベルにこう入れるっていうふうに、書いていくと、こんな感じでちょっとでかいんですけど、実際これ今さっき表示したブラウザで表示したこの JSON データをこっちに読み込んでるっていうふうな感じです。でこれでなんかできたと思ったんですけど、この JSON の形が。サムネイルの画像のところとか、すごいフューチャーイメージのアタッチメントの中のサイズなんかのミリアムの方って深いんですね。でこれを書こうとしたら、もうこんな風になっちゃったんですよ。フューチャーイメージの中の、これでまた一回、どんどんこう、幾分での中の中のというか、ずっとぐる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 回して、やっとでここら辺で、if4 回目にしてやっとでこうミリアムにたどり着いて、なんか、すごくめんどくさいなという風に。だったんですね。でここからは普通にテーブルビューにセットするという形なんですけど、これがこう後々なんかきついなというふうに思ってたら、で下がってたら、いいライブラリスイフトに、対応した、いい JSON のライブラリがありまして、スイフティ JSON で、GitHub で公開されています。これダウンロードすると、ロールすると、こんな風にバーって入ってるんですけど、この使うのスイフト JSON、スイフト JSON スイフトスイフトだけなんですけど、まずこれをインストールするのが、とても簡単でドラッグしたら適当にインストール完了です。で、フィニッシュって言ったら、これでもインストールができました。ただ、ソースコードを変えないといけないんですけど、ちょっと一旦。変えたソースが、サンプルカップピンみたいなんですけど、もう入ってきたんで、ちょっと入れたいんです。ただ、ちょこっと変える必要があって、最初格納するような記事の、JSON の型で、ヌブ JSON で空っぽの JSON。でさっきはこの、ネースレーションシグレーションとかを使ってたんですけど、もう JSON で、指定して、格納データを取られます。で、この、一番いいのは、さっきまで、タイトルの中のとかってたんですけど、エントリーズの中の、今いるテーブル表、テーブルビューの表ですね。この中のタイトルストリームみたいな感じで、このコメントオプションがさっきまで必要だったやつです。で、サムネイルのところが劇的に変わるんですけど、ここだったのが、もうこの1行ですね。エンデックス用の方、つなげて書いていけば、ずっと辿っていけるという。さっきまで、フューチャーイメージのアタッチメントのサイズのミディアムのところ、if をこうピッてたんですけど、もう直接こういうのを指定して書けるようになったので、これ、最後、ドットストーリーということで、文字列を取って、公開しようです。こんな感じですごくここが良くなって、これはいいライブラリだなって、繰り返しになっちゃうんですけど、例えば、エントリー JSON って左側のようなのだったら、これ、右側のでは、行くとか、駆使してたのが、1行、指定できる。
で、あ、これあのちょっと文字が少なくなるんですけど、書き方がこういうふうに変わっていくよっていうことで重複なんですけど、まあ、あの JSON が深い時とかにものすごく見やすく書けるっていうのが、すごくいいなっていう話です。これは、まあ、あのまあ、ワードプレスに限らず他の、ライブの JSON を使ったデータの取得とかがしやすくなるので、便利だという話です。ということで、終わりです。もうまとめもないんですけど、JSON 使うなら、ついついにやるのが便利だったんです。話です。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。データを取得するっていうのをあの発表させていただいたと思うんですけれども、今回は私の方は XML で取得したデータを表示してみようというのをサンプルを解説したいと思います。軽く自己紹介になるんですけれども、私、高井文也といいます。出身は石川県金沢市生まれで、東京大塚住まいの30歳です。本業の方は、私、レイルズエンジニアでして、まあ、某口コミサイトの方のプログラマーをやっています。得意な部分というのが検索周りとか、データベースのクエリのチームとかが結構、主に仕事としてやっています。オブジェクティブ C 歴が大体あの3ヶ月ぐらいで、ついていた大体50日ぐらい。で、あと、まあ、1個アプリの申請まで追いつけれたので、あ、よかったなと思っている次第です。で、趣味は、あまりちょっと詳しくは解説しないんですけれども、ここに書いてあるようなことが趣味です。で、今までの仕事履歴なんですけれども、23歳から25歳の時はデザイナーやってました。まあ、大して、スキルがあるわけではないんですけれども、まあ、この後は、PHP と Ruby のプログラマーをやって、今、やっています。まあ、仕事としては、女子向けのとか食べ物系のコンテンツのお仕事ばっかりやっていました。それでは本題に移りたいと思います。で、XML でデータを読み込むサンプル。これなんで自分で作ってみたいのって思ったんですけれども、結構このサンプルって実際、私が今、働いている現場でもよく使ってるんですね。なんですけれども、意外とこの Swift で始めたときのサンプル見てみると、意外と実はポピュラーそうな処理なのに、気の利いたサンプルは当時まだ少なかったりとか、あとは JSON と同様にサンプルは、JSON のサンプルは実は結構ハピッとあったんで、例えば、他のスクールとかでも、取り上げられているようなことはあるんですけれども、あんまりそういうところでも取り上げられてない。で、もう一つ、ここが一番自分やりたかったんですけど、画像の処理。画像取ってくるところの処理を結構やりたくて、で、なかなかなかったので、もう自分で作ってしまえと。ということで、自分で作りました。で、参考にしたものなんですけれども、こちらの、Swift で RSS リーダーを取ってくるっていうようなサンプルを元にしてカスタマイズしてます。で、作ってみて思ったんですけど、オプショナル型のハンドリングには結構悩まされたかなっていうのが正直。今回のサンプルなんですけれども、一応私、GitHub を公開しているので、こちらからサンプル等のダウンロードはできますので、後で、この時帰るときでもいいので、サンプルの方をダウンロードしていただければと思います。あと、今回結構ボリュームのあるサンプルでしたので、こちらに、まあ、事前準備編と処理解説編で2つ、ブログの方を用意しましたので、そちらも参考にしていただければと思います。で、今回は、処理解説編の方で実際に XML の解析をする部分について、中心に解説のセッションの内容として盛り込んでいければと思っております。まず、XML の解析処理のイメージ説明なんですけれども、まずこれ実を言うと、今私が作ったサンプルの、まあ、キャプチャーなんですけれども、まあこういうふうにテーブルビューはテーブルビューで、XML を解析してデータをそれぞれ表示するっていうだけのサンプルです。で、XML のデータの構造っていうのがこちらの方にあるような、まあ、一番上の要素があって、その中にアイテムっていう処理要素があって、その中にさらに ID だったり、名前だったり、値段だったりっていうのが入っているような XML。ちなみにこれ、お菓子のトリコっていうところの API を使っています。Google で検索していただくと多分すべて出てくると思います。で、データの解析
どうやってしてるんだろうっていうことなんですけれども、今回ちょっとブログの方も合わせてのあれになってしまうので、一旦こちらの方でなんですけれども、これがまず表示する XML の先ほど見せたお見せした一塊の部分になるんですね。で、こいつを解析する関数っていうのが、NSXML パーサーっていうあの関数になるんですけれども、こいつの処理がどういうふうな流れで処理をしているかっていうのをちょっと解説しようと思います。まず、その前に、XML ってそもそも上から下に順番に解析していくので、まず最初にどの要素を取り出すかっていうことを、一番最初に定義してあげます。こんなふうに、まあ、変数と定数を切ってあげて、それぞれのアイテム要素の下にあるもので何を表示するかっていうのをまず決定します。その後に、次、何するかっていうと、パーサーディグスタートドキュメントっていうメソッドがあって、こいつで、XML のパースの処理を始めるときに呼び出される処理を書くんですね。で、今回は特に処理ないので、ここはすっ飛ばします。で、次にタグの最初を検出する。で、このタグの最初っていうのは、まあ、上から順に XML をどん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 見ていくっていう処理である以上、まあ、一番最初の要素名のアイテムってやつが元になるんですけど、その元に当たったときは、このテーブルビューに表示するデータを表示するための入れ物を作ってあげます。で、それ以外のとき、それ以外のときっていうのは、まあ、要は、XML の内容で表示したいものであるときは、その入れ物の中に、先ほど前作ったアイテムっていうときに、ぶち当たったときの入れ物の中に、この要素をどんどん入れていくような感じになります。で、実際のパース処理は、こんな感じになります。まあ、アイテムの、まあ、入れるための入れ物を作った中に、どん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 値を入れていくっていうような形です。で、最後に、次、数の最後を検出したときは、さっき作った上のカレントエレメントネームってやつにニルを入れてあります。もう何もないよっていうのを、まあ、タグの最後にしてるっていうのを入れてあげます。で、次にパース処理実行終了、まあ、パース処理が全部終わりましたよっていうときは、何をするかっていうと、今度はテーブルビューに反映しなきゃいけないので、テーブルビューをリロードする処理を書いてあげます。最後は、XML パースしたものをテーブルビューに表示する。で、ただここでちょっと気をつけなければいけないのが、まあ、XML のデータって全ちゃんと入ってる時もあるんですけれども、途中のデータが抜けちゃってる場合があるんですね。で、その時っていうのは、まあ、ニルが入ってしまうので、でこのニルを、テーブルビューのこいつですね。例えばセルの中にあるそれぞれの要素に入れてしまおうとすると、アプリが落ちちゃったりするので、これちょっとサンプルとしてはちょっともしかしたらこれいいのかなって思ったんですけれども、やはり見るの可能性があるものをあらかじめチェックしなきゃいけないかなと思います。で、画像の方も同様に、見るの処理、見るを置いてあったりするのをチェックっていうのもしっかりしなきゃいけないかなと思います。すいません、駆け足になってしまったんですけれども。でもう一つで、ちょっとすみません、スライドに戻ります。で、先ほどの説明の通り、こんなふうにデータを順番に上から順に解析していって、で、要素名がアイテムだったら入れ物を準備する。で、表示したい要素名だったら、まあ、値もしくはニルが入る。で、それ以外だったら何も入らない。っていうような処理を記述してあげるというのが、まあ、今回のサンプルの処理の流れになります。で、ハマりやすいポイントなんですけれども、やっぱりデータって不完全な場合も結構あるので、
で、スイフトから内丸型っていうのが出てきたので、こいつのハンドリングが結構肝になってて、こいつを処理するときの結構僕もハマりました。であとは、一つが画像に関する、非同期通信を使った取得処理。結構、条件分岐とかが長くなってしまうので、でなんですけれども、この部分と、あとは、NSXML パーサーに関する技術。こちらは、ブログの方でも、解説しておりますので、お時間があれば参考にしていただければと思います。ちょっと駆け足になって大変申し訳ないんですけれども、これで私の発表を終わります。もし時間があれば、サンプルをダウンロードして挙動だったりとか、データの流れを確認していただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、改めまして、こんにちは。デコレーションカンパニーのグレオと申します。はい、ですね、デコレーションカンパニーという会社やってるんですけども、そこでオリジナルのケースが作れるというアプリを運営してまして、ちょっと宣伝をさせていただけたらなと思ってます。はい、どういうアプリかと言いますと、こういう感じでペットであったりだとか、思い出の写真であったりだとか、子供の写真であったりだとか、カップルでお揃いであったりだとか、こういう好きなケースが作れるアプリというのをやっています。で、簡単な動作なんですけれども、ここで機種を選んでもらって、で、例えばiPhone6 にしますかね。6だとこんな感じです。で、好きな背景を選んでだとか、あとは写真を選んだりとかもできます。はい。いきなりの撮影。今撮った写真がすぐケースにできるの。すごい。はい。すごい動きだね。やってます。で、ここ完成を押すと、ご注文の画面になって、はい、ハードケースが1980円、ソフトケースが2380円です。で、このまま注文ページで注文をすると、1週間から10日程度で、はい、今これデザインしたケースが届きます。素晴らしい。はい、ですね、アップストアでデザイン、ケース、カタカナで調べていただくと出てきます。デザイン、ケース、はい、これですね、スマホのこれになってますので、もしよかったら今欲しいケースがないという方、はい、ぜひ普通に買うよりも安いと思いますので、ダウンロードしてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあですね、これで一通りのセッションが終了になります。で、あとは何かこう疑問にあることあったら、話してくれた人に聞いてもらうとかで、こういうのさんも何冊かスイープの本があるので、それを見て学習してもらうとか、ね、で、隣の人と、カンバセーションしてもらうとかで、先生、楽しみだから始めてもらえたらいいと思います。はい、ね、じゃあ、今回を始めましょう。はい。